キチャンネルジョン。こんにちは。さあ残り2回になりましたけども、はい、今回はセリーグの最後 DeNA でございます、うん、はい、ね、DeNA、まあ、今年ね三浦新監督になって、うん、まあ成績振るわず、はい、B クラスということで、うん、なんとか改善していかなきゃいけない、うん、その DeNA なんて言ってましたか。はい、 DeNA はまずやっぱり先発を取るべきだろうということで、はいはい、風間投手行くんじゃないかと、うん、はい、で1位2位あたりはもう投手 で、うん、で3位以降で捕手もゲットしたいねということをね、うんうんうん、言ってました。やっぱり高校生ビッグ4の中の1人の若いピッチャーがいいんじゃないかとは言ってました ね、うん、ね、やっぱりまあ先発はね、うん、まあ怪我明けの今永、はい、後半戦もバリバリでナイスピッチング、うん、でね、あのトミー・ジョン復帰の東、はい、でか、復帰戦もね、うん、勝ちはしなかったけどいいピッチングできて、はい、で上茶谷、うん、まあ、今年ねほぼいなかったけど終盤に来ていいピッチングしてきた、はい、で、大貫、うん、京山、はい、でまあ、外国人もタップン取ってくるだろうっていうところでね、うん、坂本投手もね、うん、だピッチャーはね、うん、いんのよ、はい、ただ怪我あるのよ、うん、弱いくら、はい、だからそこがしっかり改善できれば、うん、まあ、今ね何かを急に変えなきゃいけないっていうのはないと思うんだね。今のベースアップをしっかりしていきたい、うん、はい、っていうところで、まあ、高校生取った方がいいんじゃないのかっていうところでね、はい、1位小園投手、抽選で4球団の中で2球団の中でね、阪神と競合して、うん、しっかり引いて、三浦監督がね最初の国でしたね、そう、うん、取れたっていうのはね、はい、非常に大きかったですね。やっぱ前評判でも高校ビッグマー3か4の中でも一番この即戦力に近いっていう風にね、そう言われてたんでね、うん、そういった意味ではやっぱ取れたっていうところはね、はい、まあ、未来のエースに含めてね、うん、成長いいんじゃないのかなと、はい、で2位でね、早稲田の、徳山投手、ね、はい、大阪桐蔭から最速150キロの伸びのある直球が魅力の、うん、実力が不安、多彩な変化球を織り交ぜ手玉に取る3年春はベストナインっていうところでね、はい、まあここで抑えれて、ほら、うん、1位2位は投手、そうですね、しかも、うん、未来と今っていうね、はい、いい形の、うん、いい形、うん、でしかも上は1巡目だから、うん、要はもうピッチャー欲しいっていうところでね、はい、徳山選手を行ったっていうことだからね、うん、で3位相原龍之介、はい、珍しい、ね、聞いたことない名字でしたね、阿波飯原ってこう名前間違いそうだもんね、はい、うん、しかも名前も3文字だから全部で6文字本当に相原選手、内野手、千葉東京学芸大学、東京学館か、はい、走行し揃った大型ショート、千葉大会、滋賀館戦で3盗塁を決め勝利に貢献、うん、まあ、足がね、うん、ちょっと横浜扱える選手が少ないんで、でもまあ森がね、はい、いい形で、まあ、出てきてるんでね、まあ、やっぱり二遊間はねちょっと補強したいなっていうところもあるんでね、うん、まあ、高校生でね未来に向けてっていうところは良かったんじゃないですかね、はい、で4位で三浦銀次、うん、銀次ますなんか今年なんでこんなに銀次がなんかなんか多いね、珍しい名前なのに2人いるっていうのが、ね、はい、で福岡から法政大学、はい、ね、最速150キロの直球で変化球を実際に操る、うん、で5位に深澤大輔、うん、ね、仙台松戸、はい、ロッテに行くんちゃうかって、ね、思ったけどね、うんうん、仙台松戸なんでね、はい、横浜投手と、うん、でもあの一緒のタイプだからね横山と、うん、それはね2人とんないあのよくよく考えたら、はい、あとあのサイドスローだもん横山、そう、あの仙台松戸から2人サイドスローはいらんよ、うん、同じ年代で、そう、世代ナンバーワンのサイドウアンなんですね、うんうんうん、だそこで、まあ、だからまあリリーフかな、はい、そうね、っていうところで、まあ、そこサイドのピッチャーもやっぱいるんでね、うん、チームにはね、で6位で外野手梶原浩輝選手、神奈川大学から、はい、結構順位が低いね、そうですね、俺もうちょっと4位ぐらいで行くのかなと思ってたけども、うんうん、結構低かったなっていう印象はある。そういう意味では残ってたって意味、ね、うん、そう良かったですか、ね、でしかも俺はまあ外野もね、うん、あの佐野、桑原、はい、で上里で、オースティンっていうところもいるけども、うん、もっと層をね厚めにしていきたいっていうところではね、うん、まあ、この回で取れたのは良かったんちゃうかっていう、うん、育成枠でね村川凪選手、はい、四国アイランドリーグ徳島、うん、で2位は保守東で直也、小松大谷、はい、で3位が外野手大橋健 BC 栃木から茨城からっていうところで、うん、まあ、全体的にはピッチャーより内野1人外野1人だから、うん、まあまあ今のチームの補わなきゃいけない、まあ、野手はね、うん、まあ、二遊間は俺はいるかなって思うけども、はい、まあ、サード、まあ、宮崎はね、うん、FA 問題があるらしいんだけど、そうなんです今年ね、うん、残留です。あ、そうですか、はい、残留ですかだと思う、はい、なぜならよ、はい、サードは結構埋まってんのよ。確かにどこの球団もサードはいますね。じゃあセ・リーグで言うとよ、うん、ジャイアンツ岡本でしょ、はい、でヤクルト、うん、村上でしょ、はい、
阪神、大山でしょ、うん、でもし大山がファーストに行ったとしたら佐藤輝がサードに来るから、はい、で広島、はい、今もう伸び盛りの林でしょ、はい、で中日、はい、高橋周平いるし、うん、で次石川君が将来来るから、はい、サードでね、うん、でセリーグないじゃん、はい、でパリーグ、うん、でまあ今1位のオリックス、はい、さあ宗ね、うん、まあまあいい感じだね、今もいいですね、うん、でまあコンバートしてもいいけど、うん、まあいい感じでしょ、で2位ロッテ、はい、でまあ、ロッテ安田とかね、うん、今だからサードロッテはちょっといないよね、はい、これっていうのがね、楽天茂木、はい、でしょ、まあそんなね別にこう井の一番、まあ右だからね欲しいっちゃ欲しいけどね、まあそうですね、うん、でもやっぱり茂木選手も生え抜き選手としてそう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 張ってほしいっていうのはあるんで、ね、うんうん、で西武がおかわり君でしょ、うん、だからまあまだいけるからねすぐっていうのもあれだし、うんうんうん、で日本ハムが今野村がね、はい、来てるっていうところと、でソフトバンクは、はい、まあマッチナとかもがいるけどそこリチャードとかね、はい、栗原とかがいるんで、その絶対サード欲しいっていうチームがないのよ、うん、やっぱセリーグからパリーグってなると、うん、やっぱ結構お金くれないといけないじゃん、はい、やっぱりね、うん、ってなったら今の横浜からそんな大金もらって移籍するって言ったら楽天しかないのよ、そうですね、あ、うん、まあ取るかもとは思うけどね石井和さんだったら、うん、そうですか、あ、なんかまあ欲しいじゃんね、はい、今年もまあ優勝ね、うんうんうん、まあ、この前とも厳しいんでね、はい、打ってくれますからね、あ、うん、出会った時にでも横浜にいた方がいいんじゃないのかなっていうね、うん、なんか雰囲気的に残念な気もしますね、うんうん、っていうのがあるんで、はい、俺はね、うんうん、だからまあそのサードはねもう宮崎でショートがね今大和出たり、はい、柴田で、まあ、森っていうところ、はい、でまあ二遊間もねそのまだ柴田がそっち行ったりで牧ね、はい、でファーストが外とか牧が行ったりと、うんうん、で外野は佐野、桑原、はい、でオースティンなんで、うん、まあまあ内野はね内外野でもほぼほぼね、うん、打線はまあいいん で、はい、で後からバックアップっていうところ でキャッチャー薄いからもうちょっとね伊藤光をちょっとクリーニング手術してるっていうのと、うん、まあ、山本をね若くで育てようっていうところでね今頑張ってるっていうところもあるけど、はい、キャッチャー一人ぐらい取ってもよかったんちゃうかって正直思うけどね、まあ育成で、高校生のキャッチャーですもんね、そうそう取って、まあ、ここはね良かったなと思うけど、うん、試合下でも高校生でもいいんでドラフトキャッチャーちょっと取った方が良かったなっていうところはあるけども、はい、まあこの小園をね、うん、1位で取れたっていうところは非常に良かったけども、うん、ちょっとこのドラフトの中だったらこの選手たち来年どうかなるかなっていうチームがいきなり変わるかなっていうところはちょっと見えにくいね、あ、ただ今の選手たちのベースアップがちょっと重要になってくるんで、うん、今もね最後抑えね、この伊勢が投げたり三島行ったり山崎、はい、安明行ったりちょっとなんかこの塊っていうかね、この方針がなかなか見えないっていうところで、うん、まあ、どうなんやろうっていうところはありますけども、はい、ちなみに日刊スポーツでは DeNA はね投手整備二重丸って書いてある、すごいいい評価じゃないですか、うん、2位では6回に力を受けた徳山を指名できチームの補強は投手力整備が明白だけに着実に優秀な素材を確保できたっていうね、うん、書いてるんだけどもどうなの先生は開幕徳山君確実、去年の、入江君と、はい、やっぱ争ってどちらかなっていう言い方しかできない、うん、去年がねこのドラフトか DeNA は入江巻松本小深田池谷高田っていうところでね、うん、まあ、松本ね横浜高校で小深田、高田君はね高校なんでね、はい、あれだけど入江君がね、そうですね、明治から、はい、どこ行ったんっていう感じだからね、うん、ここものやっぱり来なきゃいけないよね、そうですね、じゃあ入江と徳山どっちが勝つの開幕は、開幕ですか、入江と徳山で入江ですね、おお、じゃあ入江ね、入江派ね、入江派ね、入江派、はい、じゃあ浜田さんは、私はやっぱ DeNA がウェーバーの最初で徳山投手を選んできてるっていうところ、うんうんうん、ってまだいろいろ余ってたわけじゃないですか、そうそうそう、いろんな、うん、その中でやっぱ徳山投手を選んできてるんで、うん、期待したいなっていう、じゃあ総名戦ね、いやちょっとね銀次っていう名前にも惹かれるんですけどね、法政六代どうすんのどうしようかな、うーん、ここは相馬を取ろうかな、相馬取んの、はい、ほー、やっぱ楽天でいうの2位の則本みたいに、うんうんうん、2位の早稲田の徳山くんが、うん、取る、もう、うん、グッといくんじゃないかと、ルーキーが、うんうん、じゃあ俺は銀次マスにしようわ、銀次マス三浦の、うん、
4年春にノーヒットワンラン。そんないる？ノーヒットノーランかと思ったらノーヒットワンランって、だからノーヒットだけど1点取られたんだろうね。かな。うん。あ、ワンランだから。うん。そっか。うん。だから、いやそれノー、初めて聞いたでノーヒットワンランって書いてるの。じゃあ俺は銀、じゃあ俺銀ギルは徳山ね、はい、じゃあ明治、早稲田、法政、はい、誰が開幕1軍に残るか、うん、でも去年の1位言ってるからね。あ、そうか、うん、EDO 推しらしいよ。へぇ、うん、あ、そうですか、うんうん、まあそういったところでね。あ、じゃあ六大学、うん、まあでも本当ピッチャーね、うん、横浜はやっぱ今の選手たちのベースアップが大事なんで、はい、そこができるかどうかで来年順位が決まるから、うん、多分今年の選手たちの出来不出来が多分順位には直結しない、はい、DeNA は、うん、今いる選手たちのベースアップをチームとしてできるかどうかが勝負だと思う、うん、はいはい、そういったところでね、うん、あの DeNA、 まあまあチームのね足りないところを取った投手っていうところでね、感じ的には良かったけども、うん、まあ、チームの来季の面はいる選手たちが頑張らなきゃいけない。そうですね、はい、まあ、来年開幕一軍の私たちの予想も ね、 そうですね、楽しみに見てみましょう。見てほしいですね、はい、さあ次回最終回になります、はい。